球面 S2 とその上の緯線の話に戻ろう。球面 S2 の各点の上にホップの円周があると考えよう。球面 S2 の緯線の上に何があるかを観察しよう。例えば赤道を撮ってみるとこうだ。画面は南に向かって動いている緯線の上にある図形だ。どうしてこのトーラスが細くなっているのだろうか。その理由は南極の上にはただ一つの円周だけがあるからだ。北極の上では直線が見える。本当は無限遠点を通っている円周だ。これがその赤色の直線だ。さて、これらを回転させてみよう。回転はもちろん四次元空間の回転だ。正直に言うと、これらの図形は私が見つけるよりずっと前から知られていた。トーラス上に4通りの円周の属があることは、ビラルソ公爵が発見したとされている。だがストラスブールのカテドラルの彫刻などを見ても、もっと前から知られていたようだ。回転面として得られるトーラスを考えよう。円周をそれを含む平面内の軸の周りに回転して得られる図形だ。トーラスと平面の切り口を観察しよう。どんな平面を取ったか注意してみてごらん。これはトーラスの二重接平面と呼ばれる。理由は簡単で、ちょうど2点で接しているからだ。
注意して観察しよう。この平面によるトーラスの切り口は2つの完全な円周である。ビラルソーの定理、トーラスの二重接平面はトーラスと2つの円周で交わる。もちろん二重接平面は一つだけではない。別に取ったこの二重接平面はトーラスと別の二つのビラル層の円周で交わる。他のすべての二重接平面で同じことが起こる。回転対象の軸の周りに回転させればわかることだ。回転面として得られるトーラスの任意の点を通って4つの円周を描くことができることがわかるだろう。これらはうまく取った平面との交わりだ。これらの円周の一つは緯線、もう一つは経線、それから一つ目のビラル層の円周、二つ目のビラル層の円周だ。トーラス上の任意の点について同じことができるから、トーラスは4通りの円周の属で覆われることになる。同じ属の円周は交わらない。青色の円周と赤色の円周は1点で交わっている。青色の円周と白色の円周は2点で交わる。それらはビラル層の円周だ。黄色の円周をよく見てみよう。それがホップの円周だ。ファイバー測で緯線の上にある図形を観察したことを思い出そう。絡まった円周で覆われたトーラスを観察した。ちょうど黄色の円周で覆われているこのトーラスのようにだ。白色の円周についてはどうだろうか。それは別のホップファイブレーションのファイバーだ。それは最初のホップファイブレーションの鏡像として得られるものだ。我々の散策の最後に回転面として得られるトーラスをその4通りの円周の属とともに見てみよう。それが球面 S3 の中にある様子を考えて、球面 S3 を4次元空間で回転させて、最後にステレオグラフ遮影で3次元空間に移してみよう。こうすると同じように4通りの円周の属で覆われた曲面が得られる。この曲面はデュパンサイクライドと呼ばれる。
トーラスが射影の中心の極を通過するとき、局面は無限に広がる。この動きの中で局面の表と裏が入れ替わる。トーラスの内側の面がピンク色に、外側の面が緑色に塗られている。4次元空間で単に回転させると、ほら、緑色がピンク色に、ピンク色が緑色になった。どうだ、すごいだろう。